皆さんこんにちは、アリです。今日の動画はカラコンをつけたいと思います。はい、こちら、えっとエンジェルカラーシリーズになります。でね、このね、今ちょっとね、分かるかな、バージンクォーターっていうカラコンになります。で、このカラコンの文字がね、ここら辺まで来ると見えない。で、ここら辺で見える。 ここですね皆さんにいつも私が伝えているのはこちらベースカーブが私の好きな8.6で、えー、と直径が14になってますなのでいつも使ってるやつよりかはちょっと小さめになってるのであのナチュラルに使うことができますね私なんかちょっと14.06とか14.3かなの使ってたんですけど それもナチュラルに発色はしてくれるんですけどで、これが、えっと、高校の時からずっと使ってますもう高1の時からだからえー、そう考えたら10年もあるのこのコンタクトすごくない色味がこんな感じでございます水色ですね水色なんですけどえっとまあみ見た目は水色で中に入れるとそこまで水色ではないと思うでまあいつも言ってるんですけどここの あの曲がり具合えっ、ー、と分かりにくいので皆さん要チェックしてくださいはいよいしょでなんかなんかさたまにねこういうねこういうなんかさ入ってんのよこういうのはいはいこんな感じになりました見えますかね ちょっとグリーンがかった感じの水色になりますねはいということで今日はエンジェルカラーシリーズのバーーージンクォーターのご紹介でしたエンジェルカラーシリーズはみんな多分ほとんどカラコン使ってる子は使ってると思うんですけど使ったことあると思うのであの安心して使うことができると思いますので皆さんの方ら使ってみてくださいということで盛り上がりでしたまたね皆さん メンバーありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらの丸いボタンからすることができます。携帯でもポチッと押すとここに画面が出てくると思うのでチャンネル登録まだの方はしていただけると嬉しいです。そして過去の動画はこちららへんに出しておきますのでぜひご覧になってみてください。ということで最後まで本当に最後までありがとうございました。次の動画楽しみにしててください。盛り上げでした。 บ๊ายบาย